お疲れ様です、プロデューサーさん。今ちょうどリハーサルが終わったところです。今日はみんな絶好調みたいで素敵な衣装のおかげかもしれませんね。教会でライブをするの不思議な感じ。女もドキドキしてます。ふわー、ウェディングはにかみアナちゃんという超お宝映像。アリサ、網膜に焼き付けます。アリサ、静かにして。リハーサルでの豊川さんたちの歌はとても素晴らしかったです。うっとり。金谷静香も涙ぐんでました。本番で泣かないといいんだけどごめんなさい、シロちゃん。私はもう完全に泣いちゃってあずささんは大人の人ですから、その身近に感じるのも当然だと思います。はい、さっきもなおちゃんたちと盛り上がっちゃって。みんなは理想の新婚生活とか想像したことある？みのこちゃん、なんてこと言うんですか。アイドルちゃんが新婚とかそんないけません。でもそういうお仕事だからな。今のアリサちゃんも本物の花嫁さんみたいだよ。そんなアリサはそんなですね。あんな結婚とかよくわからないけど、いつも一緒にゲームできるなら楽しそう。私もあまり想像したことはありませんでした。なので今想像しています。ドキドキ、あ、北沢さんも想像していますか？違います。私もまだ別に仕事でのこととしか考えたことないですそれが普通じゃないかしら。私は友達が結婚したりもしているからつい意識しちゃうけれど。そうですよね、そうですよね。ちなみにどんな新婚生活がいいって思います？やだ、もう美奈子ちゃんったら、そんなはっきりしたイメージはないのよ。ただ旦那様と目が合うだけで自然に笑い合えて、一緒にいるだけで幸せを感じられて、そんな優しい時間を少しずつゆっくりで構わないからたくさん積み重ねていけたらなーって。なんて尊いんでしょう。あらあら、アリサちゃんまでそんな。もう恥ずかしいからこの話はおしまいね。はい、とても参考になりました。三浦さんからいただいた優しい幸せのイメージ。今日の特別ライブでは私たちみんなでお客さんにしっかり届けなくちゃですね。こんなのドキドキもみんなに伝えたいね。
しよう。そうね、私たちは中学生だけど、イクやモモコたちも一緒だし、頑張りましょう。